この足をほどかします。ほどかして僕ら旅に出たのはその時間が止まらないように分かってるような。どう、 今の俺どう。決まってますよ。ありがとうありがとう。でこれをこう入れて、それを入れて、どうでしょう。じゃあちょっと 窓をねちょっと換気しながら、進んで真ん中に入ってくれるのかよ。そうそう、そりゃそう、今からそれそれでは今から30分寝たいと思います。どうだ、これがキャンプカーってこれがキャンピングカー。あーそう、キャンピングカーってやつだね。じゃあ今日のところはおやすみなさーい。あ、まあ、ちょっと結構その接近、ちょっと接近してみるわ。ああこれはこんなに空いてるのにこれは辛いでしょう。辛いですね。これは辛いでしょう。持って3分ですね。一人上で寝るか。そうしよう。上はもう寝れる感じなの。これをずっと引っ張り出して、あ、見た。運転席の上のスペースですよね。掛け布団のつもり？あ、落ち防止？落ち防止。落ち防止になるってことか。落ちは怖いからね、やっぱり。やっぱそうだね。ここ3人はね、うん、ちょっときついかな。ここに。ここ一番端の人3もし入った場合、うん、一番端の人は。もう封印だもん、完全なる。あ、もう何にもできないよ。そうだよね。女の人と2だったらいい。なんか結局そういう話、またなんかエロいことできそうだからね。またそういう話、結局だってなんかすごい密着空間で、ちょっと俺あっち行きたい、ちょっとトイレ行きたいんだけど、はいはいはい、あちょっとダメ、無理無理、じゃあお願い、行かし、ちょっとトイレ行かして、あダメ、無理無理、あちょっと、あ何が起きたんだ今、何が起きた。気持ち悪いですね。ほんと気持ち悪い、今話聞いてて。早く寝てほしいです。うん、早く寝てよ。頼むよ。気持ちよかった俺。いやだからそれが気持ち悪いんだよ。そこそこ時間経ちました。30分よりは寝ました。昼寝をしたわけだからね。そう、一気に活動的な体になってることだよね。体は昼寝するもんなんだっけ。体はもうやったもん、やったもんね、うん、できましたね。はい、うん、あ確かに結構暗くなってきましたね、うん、今できたことがキャンピングカー、かくれんぼ、衣装が揃った観覧車乗れた、海鮮の、あと女の子と喋りたいはもうあるもんね。そんなこと一回も言ってない。女の子と喋りたいはあるもんね。でもそういう気持ちはあるよ、それは。じゃあそれは願いに入れるとか、女の子と喋りたい。そろそろかな。あそこなんか言ってたもんね、アイテムがあるって。おお、花火ですか。3人の思い出を作るためにやっぱ花火だけは先に買っといたんですけど。まあそう、花火やりたいですね。いいですね。いいの買いましたね。ありがとうございます。花火、花火を、やっぱり、花火やったらあれもやっといた方がいいんじゃないですか。何ですか。枕投げ。枕まずじゃあドリンク探しますか。いいぞ、何かありますか。甘いものを食べたいですね。あクレープ。かわいい、かわいいとかじゃなくて。まだ綺麗なところではあったよ。食べなかったっすね。プリンアラモードですね。プリンアラモード、はい、いや、そもそもも綺麗そう、それは。ちょっと狙いました。自販を探すんじゃなくて、うん、どっかに向かう途中に自販をチェックしていく方がいいんじゃないの。それでも自販舐めてますよ、それは。どうぞ。ついでみたいに言っちゃう。自販でだって検索もかけられないんだよ。お前でも自販は舐めてる、それは舐めてる。自販舐めるって言われて。自販舐めるからな。ほら、うん、自販が来てる、お前に。違います。一人欲しくないね。
早い。これ階段じゃないでしょ。壁なんだけど、わかるから、これおかしい。傾斜わかる。ほぼ壁なんだよね。僕ら旅に出たのは、その時間が止まらないように分かってる。